純也チャンネルはご覧の企業様の提供でお送りします。こんにちは。明けましておめでとうございます。見てください。いや、その前すごいね。これ全部私が買いましたじゃあ買い取りの方向でいいですか？僕が富山でお世話になってている、まあ、僕のことを応援してくださってる先輩でいいですかね、はい、そうです。某先輩がね、はい、某先輩が氷見に新しくできたカードショップブースターというところで買った福袋です。はい、それをなぜか僕に開封してほしいということでこれ買ったら普通自分で開封したくねって思うんですけど、僕に開封してくれってことだったので、2万、3万、5万70万もう今からもう順々に開けてって、ちょっといきたいと思います。優しいよね、77万の企画を立ててくれたの総額でいったらもう、まあ、約100万。まあそうだね、これだけでいったら約100万の開封動画。これ爆伸びしたらくれるんじゃない？いやだし、もう本当僕やっぱポケカを愛する者として、もう弱かったら弱いと言います、はっきり言います。いいですか？忖度一切なし。忖度は一切しません。弱かったら弱いと言います。はい、なんで、ね、早速ちょっと順々に上げていきますね。そうだね、順々に。はい、もうね、やっぱ触って分かりますわ。うん、ボックスが入ってる。じゃあ開けますよ。僕は見ていいですか？ここ一個ずつだし、違う。お、あ、カードだね。これカードですね。うん、PSA っぽいですね。カード。あ、なるほど、面白い。シャイニートレジャー。おー、はいはい、はい、はい。シャイニートレジャーと国営の支配者。はいはいはい。が2万か。おお。これ次第です。すぐ頭で計算できるから。だいたい入ってる相場ね。だいたい相場入ってる。まあ6000円とか7000円とかでしょ。まあ13000円で、はい、まあこれ次第ですね、本当に。めっちゃ光ってる。やったカードが3枚ありました。あ、プロモですね、多分。いきます。はい。ああ、まあそんなっすね。斉藤、多分これさ、わあ、なんだっけな、ま、なんかマリの練習とかさ、そういう系の多分斉藤のなんちゃらみたいな、はいはいはい、そこに多分入ってるやつじゃないかな、これ。これ多分そんな。じゃ問題ここだな。言えません。ああ、なるほどね。ちゃんとしてるね、はい、やっぱり。まだ全然弱いっすよ。まだ弱い。まだ全然弱いっすよ、はっきり。辛口だからね。あ、でもちゃんと入ってる。V ですね。 V、 あー、ガブリアス。はいはい、ガブリアス、これいいっすよ、状態次第で7-8000円しますからね。おー、ガブリアスとラスト。あ、アルセウス。おー、へー、あのですね、アドは取れてますね、僕のアドの計算上はい、あ、まあまあ普通にいいんじゃないですか。この辺は多分状態次第って感じなんですけど、普通にいいと思います。じゃん。はい、続きまして3万円。33,333円。強いですよ、このお店。ブースターでも、辛口に行きますからね、ほんと自分で行きます。おー、カードが出てきましたまたもう分かるようなきっかけで。あら、今回はでもレイジングサーフ。おー、バイオレット。あ、いいっすね。ミモザね。はい、バイオレットいいっすよ。ただまだこの段階だと負けてます。
これ次第です。硬いな今回も。今回も硬いです。これがいきます。おー、サンドはすごい。あのね、強いわ。いやでもわかんない、これがピークだったかもしれない、このサンドの中で、うん、いや強いよね、強いそれ強い。全然もうこの時点で多分アドはもう取れてますね、3万3000だと。すごっ。あ、トレーナーだ。いきます、せーの、ポン。あー、あのね、あのイブヒーローズが出てるやつね。まあ全然強いよね。全然まあ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 、まあサンダースの方が全然強いけど、まあ全然サンダースピーク。どっち最後です、トレーナーのサポート、うん、いきます、せーの、おい、あアロマ、アロマ、アロマサンダース、アロマ、アロマサンダース。でも強いっすね、普通に、普通に強い。いい店だな、あれ期待できるぞ、生まあれ期待できるぞ。次5万、はい、5万、いきます。強いっすよ、今のところ2万、3万できて。うれんば、はい、バイオレット、はいはい、ああもうそこはもう必須ない。まあ、まあ、スカバイっすね、スカバイで、これよ。え、もうない、もうない、もうない、それ次第よ。5万だからね、もう全然全然届いてないっす。全然届いてない、これ次第、本当に。すごい、2枚入って、あ、すごい、番号も振ってある。この順に開けなさいよと。1、2、メイン。これは見物だね。じゃあ1から1からいきますか、ね、やっぱね、枚数が結構入ってる。ほら、分かる、俺もう分かるようになってきた。イチゴイチから出るやつかな、そうかな。不思議バナ。なるほど、ダブル不思議バナ、はいはいはい、揃えてきたね、はいはいはい。カメックスとかじゃないので、リザートンじゃないの。最後見えたよ、ちょっと早くない、見えが。ちょっと見えたよ、カメックス。はい、カメックス。まさか、まさか25周年出てこないじゃん、カメックス。ちなみに次のやつが、はい、リザードンだった場合は強い。あ、そうっすね、リザードンだったらまあ、いや、爆破だろ。でも何枚だろう、今入ってるのかな。メインです、ラスト、メイン。え、嘘。え、ってことはリザードンの25周年かな、ってことはない。ラストいきます。ああ、もう僕は分かりました。そっち、そっちのリザードン、そっちなんだ。あ、でも普通に強いんじゃない。シャイニートレジャーのリザードンだよね。そうですね、色違いの。まあ、全然取れてるんじゃない。まあ、そうっすね、もう、まあ、そうっすね、強いんじゃない。カラー、最後これか。カラ最後よ。さあ、最後です。あの、厳しくいきますよ。いいっすか、上げてきますよ。いいよ、77番77万です、ちなみに皆さん。
そんじゃそこらのもんが出ても驚きません。驚かんね。77だと俺がワクワクするわ。あー、おお。これ切手のやつだよね、多分。そうだわ。あの、見返り美人が入ってるやつだよね。あ、こうやって開いてるもんだよ。あ、入ってる、ほら見返り美人。あ、でも、あ、切手も入ってるね。こっち入ってるね。うん、はい、切手ボックス。これレアよ、結構。あ、おなじみの皆さん大好き、おなじみの入ってました。で、じゃん、あイブヒロ、まあ、いいね、皆さんおなじみの。いや違う違う、全然おなじみじゃない。で、まあ一袋目終わりました。イブヒロとおなじみじゃないよ、高いから。すごく長場とブイルの、おう、あれだ、コラボですね。はい、で、これがプロモカードです。はい、はい、で、シャイニートレジャー、あ、これがおなじみないので、なぜかわからないけどスターバーツがいきました。怪しいっすね、これでなんか帳尻合わせてんじゃないかと僕は思いますけどね。なぜかスターバーツが入ってるので、はい、これすごいっすね。おお。で、終わりました。おお。意外になんか少ないね。まあ、はっきり言って77万でこれ入ってました。じゃあさすがに怒るってなりますよね。今んとこもう大負けやからね。大負けをかましてる。いや、それにかかってる。これにかかってます。何個ある？おお。で、それがメイン。メインがでかいっすね、確かに。メインでかいわ。それメインなんだ。PSA っぽいな。だってエグいよね。おお。おお。はいはい。ミモザ。ってことはっすよ。このお店の。このお店の特徴覚えてます？合わせてくる。合わせてくる。あ、違う。おお。おお、はいはい。えい。はい。まあまあまあ。まあ、そうっすね。77万なんで。全然驚かないですけど。ナンバー2いきます。ナンバー2。今、ジャブよ、やっぱり。1は。ちょっとね、カードじゃないやん。わからん。わからん。コロンの幻影、ちょっと調べよっか。めっちゃ高いんだけど。え？ちょっと待って。これ1パックだよね。え、いくら ?1 パック、メルカリでも17万5000円で。え？スイヤーだと28万円でできたんだけど。すごっ、初めて見た。これすごいね。3期待できるね。やったらなんから謎のコロンで、3、まだ削っとる。まあ、コロンって何だよ。おおおー、ミモーザ。ミモーザね。SAR ミモーザね。この1個上のクオリティみたいな感じだね。うん、ってことはな、じゃあ、ここで来るんだ。2個入ってんそれ。ん ?2 枚入ってた。2枚。あ、2枚ね。エリカの？んじゃん。あー、ジャモさんだ。新ジャモね。新ジャモっすね。新ジャモさん、この中に入ってるジャモさん。そうだね、新ジャモさんやね。はい、で、こうっすね。ラスト、メイン。そのメインで勝負が決まるんやろ。うん、そうっすね。今全然負けてるんで。すごい、おかしい。 PSA なんてよ。うん、PSA をケースに入れてるという。なんすかね、これ。
何年 ?2019 まあまあ最近じゃなくて4年前いきます。はい、せーの、ほい、おミュウツー GX。 40とかじゃないのかなってことは、ちょいやどこれよね、これのせいでなんかあれみたいな。これ何だったっけ。お疲れさまでした。心躍りましたね。どうですか。なかなかお目にかかれないんで心はめちゃくちゃ踊ったんですが、コロンがどんな価値があるか全く分からず、ちょっと最後の福袋は困惑気味っていうことだったんですが、あのコロンの価値だけちょっと皆さんも。また回復やっていきます。お疲れ様でした。お疲れ様でした。